山梨県の富士急ハイランドに12年ぶりにできる新作コースターが初めて報道陣にお披露目されました。富士急ハイランド12年ぶりの新作コースター体感してきます。総工費およそ45億円という富士急ハイランドの新作コースター、ゾッコンはハンドルを握りしめながら乗るバイク型のコースターです。一気に24メートルの高さまで急上昇したり逆走したりするなど、ダイナミックな動きを体感できます。こんな爽快感味わったことありません。急旋回に急加速で風がすごく気持ちよかったです。料金は1回2000円、乗車時間はおよそ3分で、7月20日からオープンします。